演舞開演。どうも皆さん、朝晩はまだ寒いですが、昼間は暖かくなってきて、そろそろ春の足音が聞こえてきそうですね。で、春の足音が聞こえてくると少し悩みの種がありますよね。そう、こちら服です。そろそろこの服を変えないとなと思っている方も多いのではないでしょうか。で、その服を変えているときに気になるのが消臭、匂いとかカビとか、そういう悩みの種多いですよね。ですが、なんと光の力を使って消臭や雑菌をやってくれるスプレーがあるということなので、本日はそちらをご紹介したいと思います。それがこちらのスプレーです。ナノピーミストという商品ですね。あれ、昔ってこんなに弾力あったっけ。こんな風にスプレータイプになっています。で、こちらに解説です。光勾配とは一体、光触媒ですね。光触媒とは、空気中を浮遊しながら近づいてくる細菌、雑菌、カビ菌、ウイルス、シックハウスの原因となる化学物質、悪臭、闇汚れの有害物質の光の力で分解、無害化してしまう作用のことですと書かれていますが、光の力でどうやって分解するんでしょう。なんだか興味深いですね。まあ、先ほどから見られた方も思いますが、裏側には腕が使える商品がいろいろ書いてありますね。こういったところ、ものにお使いくださいということなんです。では、本日は自分が普段から着ているこちらの加圧シャツ、まあ、以前紹介したことあると思いますが、にかけてみたいと思います。まあ、しっかりお洗濯とかはしてるんですけどね。では、いきますよ。3、2、1。少々わかりにくいですけど、きちんとカチッといってシュッシュッとかけることができました。それで、見た感じは特に変化がないですね。特に香りもしませんし、どうやらいわゆる消臭剤のように別の香りを打ち消すというわけではないようです。でもこれなら香りを気にする、他の香りを気にされるような方に対しても使うことができますね。これは嬉しいですね。しかも効果は1年続くということですので、衣替え前にこれをかけておけば、その次の年までずっと使えるといいですね。さすがにそこまで保証はできない、自分は開発者ではないので保証はできないのですが、本当にそうなら嬉しいですね。というわけで、エチケットのため、服のためにもこちらの商品を使って消臭などをしていきたいと思います。本当、消臭だけならまだしも、細菌に当たってとかなると本当シャレになりませんからね。まだまだそういった細菌もうよいよいしていますし、まあ、細菌が一年中いないってことはないんですけど。というわけで、これからもケアしていきたいと思います。という本日ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。そしてこちらの商品使っていただけるともっと嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。